中日の若武者、高橋宏人投手、22、が躍進のシーズンを過ごしている。愛知、中京大中京高から入団して4年目の今季、当初は出遅れながらも自身初の2桁勝利となる11勝をマーク。9月3日の阪神戦で先発して7回3失点で3敗目を喫したものの、規定投球回数に到達して防御率1.14でリーグトップに立った。 直前の登板後は0.98。セパリオリーグ制となった1950年以降では、70年に村山美投手、阪神が記録して以来54年ぶりとなるシーズン防御率0点台の可能性もゼロではない。最優秀防御率をはじめ、最多勝や最高勝率などのタイトルも視界に捉えている。最速158キロの快速右腕、成長の背景とは、 時事通信名古屋支社編集部朝野高生、写真、巨人戦で力投する阪神の村山美投手イコール1969年、二軍暮らし、がむしゃらに咲くき、初めて一年間先発ローテーションを守り自己最多の7勝を挙げた。さらなる飛躍が期待された今季は、自主トレーニングからクイック投法に近い新たな投球フォームを施行した学戦オープン戦で精裁を書き、 開幕投手の可能性があった中、ローテ入りも逃した。2軍で過ごす中、取り組みを変えていかないといけないと目の色を変え、がむしゃらに練習。1週間でポール感想を120本走ったことも。高校でもそんなに走っていない。これだけ自分に対して腹が立った記憶はないリリースポイントを高くするなどホームの修正に励み、ウエスタンリーグで結果を残して4月28日に今季初登板。 そこから、出遅れを取り返そうと必死に投げた。特に7月は安定感抜群だった。2リーグ制となってから、月間30イニング以上投げた投手では史上5人目となる月間防御率0.00を記録し、4試合に登板して4勝で月間最優秀選手、MVP を初受賞。8月に入ってからはやや調子を崩しているとはいえ、初のタイトル獲得へと方を進めている。 ルを打たせたせ3球目は高めのボールゾーンへ152キロのストレート。そして4球目、低めのスプリットで空振り三振を奪った。厳しい条件に挑む注目が集まる防御率0点台は過去11例。歴代トップは1943年の藤本秀夫投手で432回3分の2を投げて0.73という驚異的な数字を残している。 それを筆頭に1リーグ時代で柔道、春、秋各シーズンを含む、有、沢村栄治投手、野口二郎投手、強打者でもあった影浦翔投手らレジェンドが名を連ねる。当時は投稿打定とも言われ、2リーグ制となってからは村山投手だけだ。高橋博史は9月第1週の時点で18試合、126回3分の2を投げ、自責点16で防御率1.14。 0点台でシーズンを終えるには、残り4度と見られる当番で、18回3分の1を投げて自責点0、27回3分の1を投げて自責点1以内などといった厳しい条件になる。ただ、今季は33回連続無失点の時期もあり、不可能とは言い切れない。防御率のタイトルを視野にとはいえ、防御率1.20以下で見ても、2リーグ制以降では稲尾和久投手。 56年に1.06、戸村山投手、59年に1.19、62年に1.20、70年に0.98、の二人、計4度、しかいない。首都アオグベ大リーグ、ドジャースの山本義信投手が高卒7年目の昨年にマークした1.21や、田中正宏投手が高卒5年目と7年目に記録した1.27を超える可能性も十分にある。 高橋宏は8月下旬に防御率0点台への意識を問われ、全く気にしていないと言い、冗談交じりにそういうことを言われて最近点を取られているので、ちょっと責任を感じてもらいたいと話していた。本人にとって最も大事なのは、チームが勝つことだからだ。それでも、最優秀防御率というタイトルへの思いはある。昨年は 一昨年の2.47から2.53まで上がったので、悔しさはあった。年々成長もしたい。今年は投手が全体的にすごく良くて、打者がなかなか思うように言っていない状況で、防御率が低い投手が多い。その中でトップにいたい思いはあるので、防御率いくつがいいとかじゃなくて、その年に応じたトップの成績を残していきたい。苦境から這い上がったシーズンにどんな数字を残すのか、 楽しみは尽きない。